平野市、ヨーエルジャポン11月号特別版が前代未聞の抽選販売。ファンの期待に応え、バカ売れの予感。11月号特別版の、エルジャポンが、平野仕用の表紙により前代未聞の抽選販売となり、早くもバカ売れの兆しが見え隠れしている。平野がジャニーズ事務所を退所し、新たな活動の舞台として注目される中、 そのファッションポートレートとインタビューが話題となっている。記事では、その販売事情や平野の過去の成功に焦点を当て、彼の人気がどれほどのものかを探ります。平野仕様のエルジャポン11月号特別版、前代未聞の抽選販売とは平野仕様が表紙を飾るエルジャポン11月号特別版は、 彼がジャニーズ事務所を離れた後の初めてのメディア露出となります。この特別版はルイ・ヴィトンのファッションポートレートと独占的なインタビューが9ページにわたり掲載される予定で、彼のファンやファッション愛好者たちにとって待望の一冊となっています。彼の個人の活動や新たなスタートに注目が集まり、発売前から話題となっています。 平野の新たな活動と、エルジャポンへの登場。ジャニーズ事務所前副社長である滝沢秀明氏の新会社、とべ、に合流した平野市要は、活動の幅を広げています。ジャニーズ退場後、彼は自身のインスタグラムアカウントでのライブ配信やファンとの交流、世界的ダンサーリーハタシートップのコラボダンス動画公開など、多岐にわたる活動を行ってきました。 しかし、それでも3ヶ月以上にわたりメディア露出がなかったことから、ファンは彼の本格的な活動開始を待ち望んでいました。その期待に応える形で、エルジャポンの表紙に登場が決まり、これによりネット上では一気にお祭り騒ぎが巻き起こりました。彼の人気は健在であり、それが発売前からバカ売れ状態となったのもうなずけます。 ファンの期待と販売状況の波乱。発売前からの期待の高まりが身を結び、各 EC サイトでは瞬たたく間に、完売の表示がされ、公式サイトは一時的にサーバーダウンする事態となりました。これに対応すべく、大手書店の一部店舗では、事前抽選による販売、お告知。 これは前代未聞の対応であり、平野ファンはその異例の販売形式に驚いています。例えば、梅田塚田屋書店では発売日当日の集合時間を決め、その後抽選券を配布し、当選者のみが10時30分に L ジャポンを購入できるという仕組みです。同様に、 木の国屋書店流山大高の森店も当選者25名を対象に事前抽選を行うとのこと。これらの異例の販売形式が平野のファンたちにとっては新たな興奮となっています。出版業界の注目、平野市用と雑誌の相性。一部の出版関係者によれば平野が表紙を飾る雑誌は一般的によく売れるとされています。それどころか、 キンプリよりもむしろ平野単体の表紙の方が売り上げが好調との声も聞こえています。2022年にはカバーガール大賞のメンズ部門で3年連続首位を獲得し、その実績が彼の表紙に対する期待を一段と高めています。エルジャポンの11月号特別版の売れ行きがどれほどのものとなるか業界全体が注目しています。 平野紫仕様の個性的で洗練されたファッションセンスとファッション人の相性は今後も注目を集めそうです。結論、平野紫仕様の人気は依然として健在、L ジャポン11月号特別版は前代未聞の注目を浴びている。ジャニーズ事務所を離れ、新たなスタートを切った平野紫仕様。 その初のメディア露出となるエルジャポン11月号特別版は発売前から異例の事前抽選販売となりファンの期待を一層高めています。彼のファッションセンスと雑誌の相性がもたらすバカ売れの予感は彼が持つ魅力と人気の証でありこれからの彼の活動にますます注目が集まりそうです。